もモジャモジャでございます。ということで、トシさん、はい、前回ありがとうございました。ビメロ、ビメロすごかったですね、はい、できるようになりましたね。ありがとうございます。いよいよサビですね。いよいよ、はい、ビーサーが来ました。ビーサーが、ビーサーって言うんですか。音楽業界ではあまり言わない、ね、言わないですね。ヒーコーはなんか昔の人は言ってたね。ヒーコーは出てました、ね、コーヒーね。最近でも聞かないんでですね。まあそうですよね、はい、僕ちょっとね、若い人に教えたいんですよね、業界の、うん、でも使う必要ないですけどね。ザギンの指数とかみんな大体知ってると思うんですけど、ザギン、あザギン指数とか ね、ありますけど、何言ってるか分かんないと思うんですけどね。、うん、なんかギャル語とかほら短縮する言葉に今あると思うんですけど、まあそれと同じだったんでしょうね、はい、その時代に音楽業界の人が使ってたって、はい、今度企画で業界用語ちょっとまた企画考えますから、ちょっと業界の人をコメントに、あの逆さにする言葉ぜひ。ということで今回はサビ、はい、はい、サビ、はい、サビ行きましょう、はい、パターン的にはそんなに違いはないです。 B メロと8小節目の8小節目がちょっとフィルがあるんですけど、はいはい、8小節目だけやると、はい、ってなってるんですよ。どうぞ。いくんですけど、はい、B メロの最後に、はい、なったじゃないですか、はいはい、このこれで大丈夫です。ここのパターンもなってるんですけど、こういう感じなんですけども、これちょっと難しいので、はい、こうしましょう、はい、B メロの最後のをなしで、はい、これで大丈夫です。これにしましょう。まあ、こう譜面にするとこのなってるんですけども、はい、実際はゴーストで そこまで叩いてなくて、はい、ゴーストでちっちゃくなってるんですね。ですね。でもうそれ手癖なんでやらなくても大丈夫なんで、はいはい、これにしましょう。もじゃもじゃ。B メロもそうなんですけども、はい、キックのパターンが結構ランダムですよね。はい、そうですね。あのパターン化してないですよね。はい、はい、ランダムです。で、これは僕の特徴でありダメな部分かもしれないですけども、はい、あの、はい、他の人たちの CD とかそのドラムパターン聞くと、A メロこう、B メロこうって大体決まってるんですよ。うん、そうですね。パターン化されてるんですけども、はいはいはい、僕はあのメロディーに対してものすごいランダムに書いていくんです。でそこで二郎君もあの合わせたり、あの全然合わせないでベースラインとして成立してて、なるほど、歌に対して、はいはい、で僕はキックのリズムとして歌に対して融合してて、お互いがまた合うという、あこう歌に対してですね、よく全く同じにドゥーンドゥッドゥってこうベースも全く同じ合わせたりするパターンもあるんですけど、はい、あんまりそれはないですね。一致させてないですね。させてないですね。あえてあえてさせる場所とかもあったりするんです他の曲でも。でも実際僕はキックのパターンは一定じゃないですね。もうメロディーに対してスネアは大体2音に来るじゃないですか、はい、だからメロディーはその間を動いていくので、その強調したいところにキックが結構入っていくパターンが多いですね。だからサビを歌いながらやるとそのまんまになってると思う。やがてね、歌うともうパターンが全部見えてくるので、うん、じゃあ頭で歌ってくださいね。ワン、ツー、ドッドッドッ。
つの方はなんとなくその歌をこう前に押し出すというか分離しないんですよね、一体化するんですよね。リズムとなんか最初のはリズムっていう感じでした、はいはい、でもこっちはなんか歌ってて自然とその歌と一緒に融合なんか感じでした、だから練習する時ももちろん曲聴きながら やるのがいいんですけど、はい、歌いながらやるとパターンがそのしっくりくると思います。なるほど、はい、もにゃもにゃ。とりあえずこの8小節いきましょうか、うん、はい、でフィルは B メロの最後のフィルに置き換えて大丈夫なんで、はい、なんか練習する側としてはこうなんていうかパターンがいっぱいあるなと思ってですね。そうですよねこれだけ見たらめんどくせえ、なんで法則性規則性ねえなと思うけど、そうなんです、ね、歌いながらやるとなるほどここでキックが来るっていう、こうだからかっていうのが、うん、やっぱだからなんで規則性ずっと規則性がないというか、うん、あるんだなっていうのは今分かりました、はい、規則性があってかっこいい音楽っていうかそういうのも絶対あるんですけど、はいはい、その歌物でメロディーを打ち出す時に、はい、僕はこういうふうにちょっとランダムになってしまいますね。トシさん理由ってことですね。そうですね、なぜか、うん、大変だなと思いつつも聞けてよかったです、はい、歌えば大丈夫です、はい、じゃあサビいきましょうか、はい、パターンは B メロとそんなに変わらないので、はい、サビの場合は6小節目に杭があるのと8小節目にフィルがあるだけで、あとは変わらないですよ、はい、やってみましょう、はい、One, two, three, four. タラララララ、タラララララってこう食うとこですね。そうですね。歌ってたらもうすぐそこで食いたくなるから。食うとこですね。じゃあ後半4小節。One, two, three, four. ここですね。ダンス方かと。この食った後、はい、ドンドンタン、トントタン、ドンドンタン、ドンドンタン、もうドンドンタンですね、うん、もう一回だけ、はい、ワン、ツー、スリー、もう一回もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー、ここです。クイーンはもう優しくていいです、はい、ここはもう歌と一緒に言ってるだけなんで、はい、じゃあこのサビ前半頭から、はい、いきます、はい、ワン、ツー、スリー、フォました。サビ前半終わりました。そうですね、前半ですもんね。はい。前半。後半残ってます。はい。次がいかない。子供みたいにタコタコタコタ。むずいなここが。ちょっと待って。